諏訪師走の自分語りラジオ。はい、どうも諏訪師走です。今回はですね、久しぶりに、自分語りラジオということで、ゆっくりまったりね、近況報告とか、これからの目標とか、こういうのをやるつもりみたいなの、いろいろちょっと思いつきで話していこうと思います。たまにはね、こういうまったりした動画もいいかなと思って、ね、よろしければ垂れ流しとかでもいいんで、お付き合いくださいませ。さて、今日は2023年4月26日。あれですね、もう、あと1週間でゴールデンウィークっていう、またあっという間、超あっという間に、なんでしょうね、2023年入って、まだそんな経ってない気がするのに、もうゴールデンウィーク来ちゃうのか、うわー。今年もゴールデンウィークの季節やってきたって感じでね、ちょっとまた焦り始めてしまう。あとでまた少ししたら半分終わっちゃうし、6月ったら今年も半分終わっちゃうとか言ってるんだろうな、1ヶ月後はっていう感じですね。でね、 YouTube の方はですね、最近かなりあのバズった頃に比べると、もう再生数が100分の1ぐらいかな、いや、それ以上かも、100分の1ぐらいに落ち込んでしまってですね、もう長らく、どれぐらいだろう、半年以上経ってるかな。うん、その YouTube ショーツの方でもさ、1万再生超えるのももうかなりきついくなっちゃってて、最近難しくなっちゃってて、まあね、いろいろ、まあ自分なりにその原因とかさ、なんか原因を探ったり、こういうのが、こういう路線はやっぱり受けないかなとか、なんかいろいろね、毎日考えるんだけど、まあ、そんな中でいろいろ試行錯誤して、毎日動画作ってますわ。ちょっとまあ、最近の動画、ちょっといろいろ見てみますけど、でもね、一貫してその、俺の作ってる歌は、変わってないから、特にその下ネタで、毛の歌でバズってから、ずっとさ、一貫して下ネタソング作ってるから、そこはね、変わってないのが逆にむしろ良くないのかななんて思ったりしてね。さすがに飽きられちゃってるかなっていうのもあるし、で、その下ネタソングよりも、ぶっちゃけ一番 YouTube の方でバズって、言ってるのはだいぶ前の動画なんだけど、電卓のやつ、なんだっけ、1428577を掛け算するととか、あとなんだっけ、両手で1023までとかだね、あとは心配事の9割はとか、そう、まあ要はこのメロディー、この人権シリーズって自分で言ってるんですけど、てててててててるるるるっていう、もうこのメロディーが多分そのだいぶ定着してて、このメロディーでもうシリーズ化、このシリーズをひたすらやってた方がいいのかななんて最近ちょっと思ってるんだけど、たまにコメントで新しいメロディー、新しい下ネタソングも作ってほしいってたまに来るから、で俺もその楽しいし、下ネタソング作るの自分もただ完成してこう自分で聴いて、その音源を聞いて自分で笑っちゃうぐらい、やっぱり俺も作ってて楽しいから、たまにはね、そういうこともやりつつ、シリーズもの、人権シリーズとか、病んでる人心配とか、あと有名人シリーズとかね、僕が似てると言われたとかもね、ずっと続けてるんだけど、やっぱりね、その一番バズる可能性が高いのはやっぱ人権シリーズなんだよな。最近のでも、その1万再生とかいったやつが、確か人権シリーズなんだよね。めちゃくちゃおちんこ出る人に、あれだ、早送り、高速バージョンにしたやつが、YouTube で、これ久々に今 1.2 万再生か。やっとですよ、やっと 1.2 万再生なんですよ。もう、なんだろうな、その、再生数伸び悩みすぎて、もう1万再生超えたらもう俺の中でクリティカルヒット扱いです、もう。一番バズったやつ、昔っていうか去年一番バズったやつ、なんだっけ、さっきの、
料亭で1023までとか、あれの頃が200万再生とか100万再生とか言ってたんだけど、もうね、もう遥か彼方ですよ。もうその100万ミリオンっていうその単位がもう俺の中でその遥か高みの存在になっちゃってて、あ、これはいかんなと、ね、いうことでね、ちょっと危機感を覚えてまして、最近いろいろ試行錯誤してるんですよ。うん。まあ、とにかくね、どんだけ再生数が落ち込んでも、もう、しがみつかなきゃいけない。続けなきゃいけない。いや、続けたい。続ける。やめる理由なんてないからね、もう。うん。もう俺はもう、こういう楽しい世界で一生生きていくって決めたから、逃げも隠れもしない。そうそう、そういう覚悟はもう決まってるんで、ひたすらね、バズればいい、バズりチャンスを、確変をね、確変をこう、望み、夢見ながらっつって、また遠いな。最近ので、再生数いいやつどれかな。これとか、めちゃくちゃ高音出る人にかけるととか、8600か。うん。それでも8000だもんな。だいぶ落ちてしまいましたね。やばい。なんか他のその YouTube ショートのクリエイターさんとかさ、おすすめでいっぱい出てくるけど、なんかみんな20万、ね、数十万とか100万とか余裕で言っててさ、中には1000万再生とかさ、2000万再生とかさ、マジかよねってもう、羨まし妬ですよ、ジェラシーですよ。そうか、俺もな、もっとさ、その、商根っていうの？その、商売根性があればさ、うん、もっとその、数字を狙ってどんどんさ、稼げるんだろうけど、欲しいわ、俺も、そういう商売根性が欲しい。商売魂、商根。欲しいわ、さっさと。俺、引っ越したくて、もう、ずっと、今年中に引っ越すっていう目標はあるんですけど、夏までに引っ越せるかな。ちょっとまだはちょっとわかんないですね。未知数ですね。さすがに今年の年越しは、その年末ね、年越しは引っ越した先でやりたいなって思ってて、それが目標なんですけど、どうかな、お金が貯まればかな。お金、一回そのお金が貯まったら、そろそろじゃあ引っ越すかっつって、で、荷造りとかいろいろしなきゃいけないから、一旦その時に動画投稿とか、ちょっと縮小運営でやっていこうと思うんですけど、まあ、まだそれが来てないんで、まだその動画作りは、まだ精力的にやるつもりでいますね。で、伸び悩んでること。うん、そう。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、俺の伸び悩んでる話は、そんな感じで。でね、で、この先、なんか作る予定の動画、なんかあるかなっていう話なんですけど、とりあえずフルコーラスの歌をね、また、作りたくて、前回フルコーラスやったのがさ、毛の歌なんですけど、あれ12月なんですよね。もう4ヶ月経っちゃってて、あ、やばい、これはさすがにフルコーラス作んなきゃって思って、で、次一応作る予定でいるのは、あれ、お前うんち俺もうんちです。はい、一応歌詞はもうできてて、あとはメロディー入れたりだつ、まあ、その作詞が終わってるから、次の段階に早く進まなきゃいけないんですけど、なんとか作ってみせます。で、お前うんち俺もうんちのフルコーラス作って、で、こう撮影して動画して、あとサブスクにも配信リリースし終わったら、次は何作ろうかなって思ってて、まあっていう話なんですけど、有力候補はあれです、お尻パラダイスですね。結構これ好きな人多いと思うんですけどね、お尻パラダイス、俺も、あ、これフルコーラスしたらいいな、うん、いい曲になりそうだなって自分でも思ってるんで、お尻パラダイスをね、やるかもしれないです。お前うんちの次は。ね。で、そのサブスクの方がですね、結構割といい感じなんですよ、その収益の方が。下手したらこの YouTube とか、YouTube の収益よりも全然いいくらい。むしろ俺、サブスクで稼いだ方がいいんじゃねって最近思ってるんですよね。だからもっとフルコーラスいっぱいあげなきゃと思って、うん、そっちの方が多分稼ぎがいいなって最近ちょっと薄々気づいてるんで、薄々感じ始めてるんでね、サブスクの方にもっと力入れます。
今あのサブスクに上げてんのが、辛い時は僕を見てと海海の歌と毛の歌、この3曲だけだから、もうさっさと新曲リリースしろよっていう感じだからね、もうなんとか頑張りますわっていう目標、うん、そんな感じかなね。日々ね、いろいろ考えながら、これから先ね、スワシュワスとしての活動はどうなっていくんだろうっていう、いつもいつもね、毎日毎日頭であれこれもうね、毎日もう四六時中いろいろ考えたり、考えながら YouTube でなんかこう他の人の動画見たりもう毎日毎日情報に追われてて、追われすぎてて頭が疲れてるのかもしれない。なんかで頭が疲れてるから糖分補給しなきゃっつって、こうコーラとかジュースの、ね、デカビターとかジュース飲んだりして、であとマック行ってポテト食べたりとかして、でまたブクブクこうやってブクブク太っちゃうっていうねえ、やばいよね、全然運動してないのに。あ、そうそう、で最近となんかとりあえず汗かいた方がいいなと思って、仕事中は汗かくんですけど、ちょっと気持ち悪くてさ、服着た状態、服と制服とかさ着た状態で汗をかくとさ、特に背中なんかこうじとーっていうか、なんかこうべちゃってこうくっついてさ、気持ち悪いんですよ。だその汗をかくならやっぱりその薄着かもしくは裸で汗かくのが一番気持ちいいよなってことに気づいて、でこの間サウナに行ったんですよ。あ、もうめちゃくちゃ気持ちよくて、もう3往復ぐらいしたかな、サウナ。サウナ行ってその後体洗って、で露天風呂の方でこうなんかベンチなんかこう寝れるベンチみたいなところでこうぼーっとしてずっと寝て、でそれでまたサウナ行ってみたいな繰り返して、汗いっぱいかいて、あ、これで俺多分健康になるなと思って。で最近ガス代もさ、なんかめちゃくちゃ高くなってるから、1週間週1ぐらいでその数パーセント行ってもそんなに光熱費変わらないんじゃないかなと思って、入浴料だって1000円かかんないし、うん、その行ってるところが1000円以下だから、ね、その週1ぐらいをその銭湯に置き換えてもそんなに変わらない、むしろいい汗かけるし体は健康になっていくから、むしろ自己投資用のその1000円なんじゃねっていうことに気づいて、これはね続けていきます。俺細マッチョになりたいんで細くなって、でそのこうシュッとなったスマートな体型のシワスをねみんなに見せたいからでその今の状態のこのなんかこういうおまんじゅうの肉まんのシワスも好きって言ってくれる人もいっぱいいるんですけど、むっちりぽっちゃりむっちりしてるシワスも好きって言ってくれる人いっぱいいるんですけど、まあ俺としてはね、そのもうちょっとシュッとしたいのでほっそり俺身軽になりたいんですよ。なんかとにかく身軽にこうなんか走ったりジャンプしたり踊れたりするフィジカルが欲しくて、うん、なので、身軽になりたいシワスなので、どうか見守ってください。頑張ります。あと食生活もね、最近野菜炒め作ったり、あとキノコ、俺とにかく俺野菜とキノコと魚を全然取れてないことに気づいたので、なんかその自分のその一日の食べたもの でどんな栄養素を取りすぎで、どんな栄養素を足りてないのかみたいな診断してくれるサイトがあって、でそれやってみたら圧倒的に俺脂質と塩分を圧倒的に取りすぎっていうことが分かって、もうそれだけ そこの数値だけこうグワーってグラフがこう伸びてて赤色になってて、あ、これやべえなっつって、で脂質ってだいたい成人男性は1日 60g ぐらいがにとどめた方がいいっていうらしいんですよ、目安として。なので脂質制限をねもう結構前からやってる、ちょっと始めてるんですけど、そうそう、脂質の少ない食べ物かちょっといろいろ調べてみようと思って、で意外と脂質の少ない食べ物ってなんだっけ、お米、うどん、そば、パスタで、あと和菓子がね、そうなんですよ、甘い和菓子でも脂質が少ないっていうことが分かって、おせんべいとかあとなんかこうのり巻きせんべいとか、ああいうの、あとおまんじゅうとかカステラもね割と脂質少なめなんですよ。あとグミも脂質がほとんどない。そういう脂質の少ない食べ物、おにぎりとかもね、そういう脂質の少ない食べ物をその小腹が空いた時に甘いものを食べたい時は和菓子かグミとかそういう感じでやっていった方が、やっていくと多分その
ね、あの去年の頃の何もしてない俺よりはマシになるんじゃねえと思って、そうそうそうあのやばいのがね、脂質やばいのが洋菓子ですね。パンとか菓子パン、洋菓子、スイーツ、そこら辺は脂質がもうやばくて、あとポテチとかポテチ揚げ物、うん、ポテチもやばい。だからポテチも、まあ、食いたかったらそのビッグサイズはやめて、まあ、この 60g ぐらいのにとどめようと思ってとにかく最近はあのそのなんか食べるときにこの脂質の量を気にするようになりました。この栄養成分見て脂質どんぐらい入ってるかなみたいな気にするようになって、そう脂質制限ですね、やっておりますね。そうそうそう、脂質制限、げんで、そうそう、汗かいて食べ物をなんとか改善して、そうで、あとかな、あとそのたまにそのオフ会とかやらないんですかとかコメントをいただくんで、そのね、なんかいつかやりたいなと思うんですけどやっぱ俺なんか街に出向くと、なんだろうな、うん、やっぱり緊張しちゃう。やはり外に出ると俺はダメなことに気づいて、やっぱインドアなんだなってずっと単独行動だし、うん、まあでもやるとしたら渋谷か横浜かなって一応考えてますね。もし俺が街に出て今どこにいます、あ、今日どこどこ行きますって言うとしたら渋谷か横浜かなって一応ね、計画っていうか、そこら辺は目星をつけております。はいまあね、そこに行って何をするかとか何も考えてないんですけど、うん、な、行ってみて、じゃああれかな、ただ突っ立ってるだけで声かけられるのか企画みたいなね、検証とかね、やってみようかなとかたまに思ったりはする。うん、そんな感じかね。うん、あ、そうだ、あと筋トレもやってます。あの筋トレはもうね、3年ぐらい経つんですけど、意外とね、その意外とほらついてるでしょ、ほら太いでしょ、意外とね頑張ってるんですよ。ディップスってやつと、あと最近はスクワットもやってますね。これを週ちょっと少ないけど週に2回、毎週水曜と土曜日にやるようにして、あんまりその週4とかあのそういうきつめにしちゃうとすぐやめ、もう辛くなってやめちゃうから、俺の場合は週2であの長く続けられるやり方、自分なりのやり方で、ね、でもうあの3年続いてるし、うん、まあこれがいいかなって自分には合ってるなと思って、うん、頑張っております。そんな感じかな、うん、っていう近況報告ですね。そんなもんかな、話したいかったことは以上ですかね。はい、こんな感じで TikTok、YouTube が毎日ね、毎日いろいろ考えながらやっております。はい、そんなね、僕ですが、これからも見守って応援していただけるとありがたいです。あと最近あの生配信全然やってなくて申し訳ないです。あの TikTok 最近生配信、ライブ配信かやってるんですけどね、あの TikTok は割と思いついた時に、あ、今やっちゃおう、ポチって、で気軽に始められるからYouTube の方はね、割とその準備して、よし今日この日やろうって、こうなんか割と結構 身構えなきゃ、こう YouTube できない感じ、 YouTube ライブってね、身構えなきゃできない感じがあるから、俺の中で。またあの今度 Mac ドカ食い気絶部配信やりたいと思いますね、今度楽しみにしてください。もしかしたら今週末やるかもしれないね、うん、今週末せっかくだからゴールデンウィークのシワストパーティー、シワストマックパーティーしようみたいななんかやるかもしれないはい、今年のゴールデンウィークもね、シワスト楽しい時を過ごしましょうよね、よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。はい、じゃあおるか、では久しぶりの、スワシワスの自分語りラジオでした。ありがとうございました。またね、バイバーイ。クマのブーさん、まあ、終わります。バイバイ、またね。